久保さん、やっぱね、自由であるためにはね、自由を勝ち取るためには、数があるとね、自由じゃなくなっちゃうんですよ。うん、まあ、これは僕の見解なんであの、人それぞれ違うかもしれないですけど、まあでも、物理的にも、一対100万人をサポートしますってなった場合、多分、物理的に、じゃあ、100万通メールが来ます、対応します。一日じゃ足りないですよね。単純に <laughs>。無理ですよ。 だから自由を獲得してなおかつ売り上げも上げるんだったら客数は少なくて高単価のものをしっかり売り続けるっていうビジネススキームを作らないと自分の人生なくなっちゃいますからねだから僕がラッキーなのがまあなんだろうな吉谷さんめっちゃやってるって思われてるんだけど暇なんですよでそれは何でかっていうと僕の分身クローン人間がね そサイボーグがね、いっぱいいるだけであって、僕はやってることはまあ大したことないですよ、一日で。<laughs> だそれがね、ラッキーなんですね。やってるように見えて、実はやっていないっていうね。お前は死んでいるように見えて、お前は死んでいないみたいな。サイボーグを作り続けてますね。この動画もね。はい、ということで、今回はキング牧師いきましょうかえ。疑わずに最初の一段を登りなさい。階段の全てを見なくていい。とにかく最初の一歩を踏み出すのです。多くの人はね、 あ,あんなにでかい階段登れねえよって階段全体を見ちゃうんですよ。ああみたいな。でも一歩だったら登れるんですよね。でも全体を見ちゃうとああ俺には無理だってなっちゃうんですけど一歩踏み出る踏み出せるんですよね。だからちょっと例えば動画に関してもじゃあ3秒だったらどうすかと。あったね。まあ多分ね、こ,のこれを言ったらそれやって意味あんのって言われるんですけど <laughs> あっていうことを一言言ってねアップする。これできません 多分できるんですよ。でも多分、それやって意味あんのとかね、それ稼げんのっていう。僕からすると、そこにどういう意味付けをするのかなんですよ。確かに、あっていう1秒の動画をアップしました。そこに意味は見出せないかもしれない。でも考え方を変えると意味を見出すこともできるんですよ。例えば you の動画、YouTube の管理画面に今日慣れた。1回の作業をしたことによって、あ、動画のファイルをこうやってアップロードするんだ。タイトルはどう,どうつけよう。 あっていうコンテンツだけど、これにあってつけようかなとかね。だからあとは、なんだ、えーまあ、編集、まあ、その編集はしないかもしれないですけども、編集するんだって編集ソフトの経験値がつくとかね。だからそこにどういう意味付けをするかで意味は変わってくるし、だから僕自身も堀江さんに意味あんのって言われたことをね、ずっと使いこれからも使いますけど、意味はあります。僕にとってはね。 堀江さんはただ意味付けをしてないだけであってその質問者にそのなぜその僕がそういう質問をしたのかっていう意味付けをしてないだけなんですね。意味付けをしたら多分あこの子はこういうふうな考え方だからまあ僕のね 全体像は知らないと思うんだ、あれなんですけど、この子はこういう考え方で、こういう人生をたどってきて、あ、こういう理由でこう、あこういう質問をしてきたんだな、なるほど。で、俺がこ,これを答えることによって、この子と同じような悩みを抱えている人に対して、何か勇気を与えられるかもしれない。このことを答えることによって、ん誰か一人救えるかもしれない。他の人の人生を救えるかもしれない。じゃあ答えてみよう、みたいなね。だけど、そこを意味付けしなければ意味あんのみたいな。その聞いて意味あんのみたいな。 い <laughs> ってらっしゃい。